どうも皆さんこんばんは、ツバイナンスです。この度ちょっと衝撃的なことがありましたので急遽動画を撮らせていただいております。診断のカード、マナゾーンの鎖ブリタネッコというカードがありまして、出た時にラグマールみたいなお互いのクリーチャーをマナに送るっていう効果があって、そこはどうでもいいんですけど、暴れチェーンで自分のクリーチャーがアタックするとき、それがこのターン最初のアタックなら山札の上から1枚目をマナゾーンに置きますと。でその後カードを1枚自分のマナゾーンから手札に戻すことができますと。読んだら、あ、なるほどね、暴れチェーンを使ってマナブスとしてマナ回収できる効果なんだっていうふうに思うと思うんですけど、でよくある質問をね見てみると、衝撃的なことを書いてまして、このブリタネッコがバトルゾーンにいる状態で自分の2体目のクリーチャー、最初のクリーチャーではなくて自分の2体目のクリーチャー、暴れチェーン の対象にならない2体目のクリーチャーがアタックしましたと。で暴れチェーンの能力にある最初のアタックではありませんが、その後の能力を解決できますかという質問に対して、はい、暴れチェーン能力は最初のアタックであれば、最初のアタックならぬ効果を解決しますが、その後の能力は条件を満たしていなくとも解決ができると。なんとそんなこと知らなかったと、びっくりしまして配信で、アタックするとき最初のアタックならっていう判定が入ってマナ加速を行う、かどうかのまず判定が入りますと。でその後は、その前の条件ができたかできなかったに問わず使用することができると。でこれに伴って何が起きたかというと、類似例に皆さんも、よくご存知だと思います、 M の悪魔竜リンネヴィーナスというカード名が見えまして、これどういうことだと。 M の悪魔竜リンネヴィーナスのテキストを見てみますと、スレイヤーダブルブレイカーでマナ武装4出た時に、マナの多色カードが4枚以上あればコスト5以下のクリーチャーを1体墓地から場に出せますと。これはね皆さんも、ご存知の通り、これで短期とかラフレルをね皆さん釣ってきたと思うんですけど、お分かりいただけましたでしょうか。その後このターン自分のクリーチャー全てにスピードアタックを与える。でこのその後というのはマナゾーンに多色があればうんぬんかんぬんという部分に関わらず独立して、この効果は発動するということです。つまりリンネヴィーナスは、これスピードアタッカーです。こいつ常時マナに多色が1枚もなかったとしてもスピードアタッカーですね、このカードは。実はそれで出た時に自分のクリーチャー全てに SA を与えることができるというね、とんでもない能力を持ったカードでした。これによって何が起こるかというと、例えばですけどノバからリンネヴィーナス出して、で横にいたなんか例えばオニカマスとかがいたとするじゃないですか。それ SA になってそのままダイレクトアタックいけるみたいな、そういう話ですね。いやこれはちょっとね、僕実は知らなくて、この最低今まで何回リンネヴィーナスを使って勝ち盤面をドブに叩きつけてきたかって話なんですよ。いやこれ何回ゴシーバスターとかね、クローシスバスター使って、ああクソ多色学ぶそうか達成できねえからこのターンリンネ走れねえっつってターン返してきたか分かんないんですけど、いやマジでもうもったいないものしましたね。いや知らなかったなーという感じのね、自分の中で結構衝撃的だったんで動画撮ってみたんですけどね、皆さんもねよくカードのテキストを読んで効果を正しく把握して、おくということが大事だなというふうに思いました。このドギラゴンの場がこれだけ暴れてる環境でちょっとこんな、最低が出てくるとね、ちょっとリンネヴィーナスだいぶ使われる可能性もあるんじゃないかなというふうに思いますので、今までとは全然違う使われ方をすることも、あるかもしれないですし、僕と同じような間違いをしていた方も結構いるんじゃないかなと。配信の時はみんな間違えてたんで、今後のリンネヴィーナスが、この最低が通るのであればどんな風に使われるのかみたいな、そういった展望なんかをお聞かせいただけたらと思います。僕はちょっとね全国大会の調整で動画は出しておりませんが、元気でね配信とかツイッターの更新やっておりますので、よかったらねフォローして、見てみていただけると嬉しいです。ということで、リンネヴィーナスお前そんな強かったのかという動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。